まあ帰ってきました。今日はお友達と一緒にお出かけして可愛いカフェに行ってきました。友達が車を持ってたので車でねしか行けないところに行ってこれってめちゃくちゃなんか嬉しかった。やっぱり車っていいなって思っちゃう。車ください。まあそんな感じでたくさんねお友達にも遊んでもらって帰りはぐっすり眠っております。あなたのありさまゆりこ様は本日もポチッとありがとうございますということで、本日は7ヶ月の赤ちゃんと寝るとこんな感じということで仮眠の様子を見ていただきたいと思います。というのもですね、妊娠中と産後どっちが仮眠が取れるか睡眠が取れるかっていうコメントをいただいたんですけど、まあ、妊娠中はお腹が大きくなるとちょっと寝苦しかったり上向きとか横向きでしか寝れなくなっちゃうので体勢が決まってるからしんどくなってしまったり、なかなか赤ちゃんが生まれると自分がしたいことが最優先ではなくなってしまうのでベッドに行くってことさえもできなくなってしまうんですけど、5、6ヶ月するとだんだん夜まとめて寝れるようになるのでだいぶ睡眠時間を取れるようになりました。ですがうなり声っていうんですか、うーとかあーとか発することがすごく多くなってくるんですね。ってなると眠い時もずっとうなり声を上げているので寝かしつけがとても大変になってくるので、音量とか動作とか一緒に寝たらどんな感じなのかなっていうのを本日動画撮ってきたので見ていただけたらと思います。はい、ということでどうぞ。なんか今日マジでやる気が出ない。まあとか言ってちゃんとあなたのご飯とか
お世話をやってるんですけど、なんかその他のこと、本当はもうお出かけ行きたいとか、スーパー行こうとか、なんか思うんですけど、もうあんまやる気じゃない。いやでも意外とこう考えるとちゃんとやってんのか、私布団も干してるしメイクもしてるし、私頑張ってるかな、どうだろうね。なんか言ってよ。はい、いかがでしたでしょうか。なんか終始動画撮ってるんですけど、やっぱりめちゃくちゃ動きますね。ナータンちゃんが思った以上に動いてるのと、あと手がこうちょっとつかめるようになってきたので、なんか握りたいのか、私の顔をあえてカッてやってきたり、布団をこうカッカチャカチャカチャってやったり、あと足もすっごい動くので、布団を何度かけても足もう布団がめくれまくったりするので、もうめちゃくちゃ騒がしいねえ。まあ成長してる証ということなんですけども、まあ1ヶ月7ヶ月の仮眠はこんな感じなので、ね、まあ、どっかお出かけ行って、まあ、今日みたいな感じで、まあ、今のあなた起きちゃったんですけど、ね、寝てもう寝て帰ってきたらそのままポンって寝かしつけられるんですけど、ああいう風に起きちゃうとまた仮眠が大変になってきますということで、妊娠中の皆さんは寝たい時に寝ましょう。ちょっと辛いかもだけど、もう寝だめたくさんしときましょう。家事やらなきゃ、ご飯作んなきゃ、いろいろあると思いますけど、もう睡眠大事、人間睡眠がないと本当にしんどいんだということは身をもって感じております。はい、まあ、自分自身もやらなきゃいけないこととかたくさんあるんで、睡眠本当ショートスリーパーに最近なりたいってめちゃくちゃ思います。最近の願いはもうショートスリーパーになりたいっていう願いがあります。はい、ということで皆さん本日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして各 SNS のフォローもお忘れなく、よろしくお願いします。ではまたね、いつも見てくれてありがとうさん。